友達、家族、小鳥の周りの人たちみんなが幸せに暮らせますように。え、私自身のために使わないのかって？小鳥は今のままで十分幸せです。だってあなたがそばにいてくれるから。でもどうしてもって言うなら、そうですね、じゃあアルパカさんとお話ししてみたいかな。